店舗外観用集商人は株式会社ホイッスル、好ヨが運営する、ラーメンチェーン店。2020年1月現在関東地方1と3、県に35店舗を展開する。店名の用州は創業者三好の祖父の出身地である、中国用州にちなみ、中国ラーメンを標榜している。創業者は、三好シヒロ神奈川県横浜市生まれ。玉川学園中学。 高校を経て、玉川大学文学部卒業。創業者の三吉の祖父は、中国洋州出身で、大正時代に、日本に渡り、1955年に、中国料理店を開いた。父も中国料理店を経営していた。三吉は、洋州商人を1988年2月に、創業し、1990年4月に創立した。後に、稲森和夫のアドバイスにより、 普通のラーメン店から中華料理を基礎にしたメニュー作りに転換した。90年代後半からは積極的に出店し、2007年2月には直営店のみで37店舗になったが、急激な出店で不採算地域への出店を行ったため収益が悪化、店舗を整理し利益を上げられる体質に転換した。2013年からは直営店ばかりでなく、 フランチャイズ展開も図り、2013年末には FC 店を2店展開する。2016年には直営店31店舗、FC 店3店になる。店舗は中国風の外観で中国の路地裏の雰囲気を醸し出す内装をとっている。女性客の割合が47%とラーメン店としては女性客が多い。また店舗スタッフも店長、 副店長の40%が女性である。塩ラーメン、中国料理の味をラーメンに取り入れた中国ラーメンを売りにし、ラーメンだけで常時20種類以上のバラエティに富んだメニューを用意している。ラーメンウォーカー神奈川2015では中国料理の技術を用いて本場中国の味を見事に再現ラーメンウォーカー、神奈川 2015P96 と紹介された。麺は柳麺。 刀切れ麺、中太のオリジナル麺である、洋州麺から選べる。ラーメンの他には、チャーハンや、天津類などや、定番の中国料理に加え、デザートの杏仁豆腐などのメニューも提供している。株式会社ホイッスルミヨシが運営する。株式会社ホイッスルミヨシは、サービス、レストラン、食品会社、レストラン、ホテル、商事会社、農園などのグループ会社を参加に抱える。 持ち株会社である。代表取締役会長、社長、CEO は、三好弘己である。ホイッスルとは、サッカー用語で、サッカーが好きな創業者が試合を開始するホイッスルから、名付けたものである。2007年、セントラルキッチンの強化により、店舗ではガスから IH への変更などの取り組みで、厨房スタッフの人員削減を実施し、仕込みの95%は、 セントラルキッチンで行う。IT も活用しているスタッフは2015年2月末時点で、正社員69名、時給社員632名であるが、要衆承認では、社員は月給雇用社員。アルバイトを時給雇用社員として、平等に働けるようにし、バイトでもマネージャーや店長などになることができる人事と、社員教育を行っている。 外国人の採用にも積極的で中国人スタッフが約37%を占める。全スタッフにおける外国人の比率は60%を超える。ホイッスル美容師に関するカテゴリー。ありがとうございます。